あのさ、何でしょう？ゲーム音楽って素晴らしいんですよね。あー、世界中で聞かれてますからね。まあだから、ゲーム実況と演奏してみたを集めて、合体させて、ゲームも音楽も楽しめる、新しい動画にしたいんですよ。そこはかとなくな。いい試みだな。ゲームと音楽は、どちらも YouTube で人気ですからね。うん。じゃあね、ゲーム実況と演奏してみたを集めていただきましょう。ゲーム実況です。演奏してみたです。合体！これは一体どうなっちゃうんだ？はい、ということで演奏輝く星のカービィディスカバリーパート2ですね、撮っていきましょう。ちょっとね、パート1から期間が空いちゃったんですけど、なんか謎の皮膚炎により顔面がちょっとバグってたので、ちょっとねお休みしてたんですけど、今後はね週に1回くらいは投稿を続けていけたらいいかなと思ってますので、はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。そしてなんかニコニコの公式ツイッターでパート1のね動画は取り上げてくれてたのかな。それでニコニコの方で結構見てくれてたみたいなので、はい、見てくれた方ありがとうございます。そしてそれでね、なんか公式が滑ってるわと思って見に行こうと思ったんですけど、ちょうどねその日の夜から次の日の昼にかけて長期メンテで何も確認できないっていうね。さすが、これがニコニコクオリティか、ということで。ではね、パート2やっていきましょう。ということで、ワトルディシアター。ちょっとね、最初来た時収録ちょっとしなかったんですけど、なんでこの復旧中のワトルディの街に、最初にね、この映画館ができたかというと、娯楽はとっても大事だと思ったからだそうです。ということで、こんな感じで、ムービーですね。ゲーム中のムービーがここで見返せるよということなので、なんかね、見逃したり、演奏しそびれたりした時は、ここでもう一回見ることもあるかもしれないですね。そして、クレジットを早速見れるみたいなので、ちょっと見ていきましょうか。にしてもなんかすげえ豪華だなこれ。よう復旧したな、ワドルディ。建築の才能あり。はい、まあクレジットは多分またゲーム内で流れるんじゃないかなと思うので、まあ、演奏の方は一旦また後でと思ってるんですけども、そうだな、なんかサントラの CD ってさ、結構ゲーム発売してから CD 発売するまで結構な期間空くよね。あれあんまり詳しくないけど、多分前回のカービィのゲームも調べた感じ、ゲーム出てからサントラが出るまで1年くらい空いたのかなという感じなので、早くサントラを変える日が来るといいなぁと思いつつ、そしてリードサウンドが小笠原さんで、リードミュージックが安藤さんと。
多分ね、リードサウンドが SE とか効果音系を、のリーダーで、リードミュージックの方が曲 BGM とか曲の方のリーダーさんなのかなという感じで捉えてます。であとカービィ確かライブあったよね。いつだっけ。あ、8月11日ですね。木曜日だけど、山の日で祝日なのか。昼と夜の部があって、まあもちろんライブ会場でもやるんですけど、なんと YouTube で、星のカービィポータル YouTube 公式チャンネルで、夜6時、18時から無料で配信もやってるということなので、これはみんなで見るしかないな。多分30周年のライブって感じで、多分生バンドというか、オーケストラとか結構豪華にやる感じなのかな。まあ、これは見るしかないですね、ということで。8月11日だったらどうだろう、まだ投稿続けてるかな、パート10何歩かくらいで。お、そして親の顔より見たロゴ、もっと親の顔見て。あ、ここはオレンジか。あれか、今の切り替わる画面もステージによって色とか変わるんだな。そしてうえ。ワドレディを殴り殺していいのは公式情報なんで。みんなも殴り殺そう。そして、個体によってね、ちょっと色も違うよね。で、こうやって、この街を復旧してくれています。ということで、今後しばらくのカービィの、目標は、労働力の確保になりますね。うん。カービィあれだな、人材派遣会社とやること一緒だから。よし、労働力を探すたびに、レッツゴー。奴隷はどこだ、ワドルディ贅沢な名だね。お前今日から、ワドだよ。はい。で、ここにね、カッタートレジャーという、多分、コピー能力ごとに、操作方法の説明も兼ねて、こういうステージがあるので、まあ、演奏も兼ねて、見ていきたいなと思います。トレジャーロード、投げて、お宝キャッチ。はい、オッケー。で、目標タイムが設定されてるみたいで、まあ、クリアすると、ちょっとコインが増えるという感じですね。で、ちょっと他の、トレジャーロードも、ちょっとやってみまーす。オッケー牧場。はい。で、次のステージ、トンネルくぐってですね。で、これね、多分実況者あるあるだと思うけど、
収録してると思ってゲーム画面撮れてないやつね。あれ早速やらかしたんで、ちょっとある程度クリアしちゃってるんですけど、再度やっていきまーす。でね、演奏から始まるんで、はい、やっていきまーす。なんかやべえやつおるんやけど。あ、そっか。3D になったから、在来種の、なんだっけ、ゴルド、丸いやつじゃなくて、そっか、Z 軸に広がったやつがいんのか。環境に適応している。はい、で、燃やしてと。こいつら、火の生き物なのに、カービィに燃やされんのちょっとあれだな。お前は、メラメラの実の火の能力。わしゃ火を焼き尽くす、アグマじゃき。戦の時代の敗北者じゃき。ん？はぁ、はぁ、敗北者。取り消せよ、今の言葉。よし！はい、マグマジャキー。おお、あれ、え、そんな隠れる能力もあったんですか。で、こんなところに目玉焼きが、誰が作ったんでしょうか。はい、はい、マグマジャキー。こいつらは一体何に喜びを感じ、幸せを感じて生きているのでしょうか。お、原種もいいんだ。原種のゴルドーが。そして、ランタンに火を灯す。クリアですね。はい、で、ここに、本当はワドがいたんですけど、ここのワードやばいな。おにぎりを目の前に生き埋めにされてたのか。で、あれだよね。ステージ切り替わるときにさ、こう、一旦入り口、なんかエントランス的な、ちょっと狭い空間から、こう、ブワッと、景色が広がる感じ。結構意識されてデザインされてるよね、多分。結構いろんなところで同じ構成が見られる気が。お、そして大砲だ。懐かしいな。
はい、そしてここにワドの痕跡と。ここのカラスはワドとコインの区別がつかないのか。はい、そして。さよなら、さよなら、さよなら。お、そして新しい頬張りだ。え？なんか、こういう恐竜のキャラクターいなかった。なんか、ピンクで、かわいい。ガンコちゃんではないですね。おい、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 おら。はい、で、ここに、縦列駐車して。はい、ガチャゲット。ほら、ほら。よし。で、あ、そっか。持ってこないといけない。ほい。うれ。ああ、おいでおいでおいで、よしよしよし、おいでおいでおいで、おれ。はい、でここはボスがいなくて、もうこれでクリアって感じですかね。ほい。ちゃんとこれ火を吹くと草が燃えるっていうね。環境破壊は気持ちいいぞい。あ、いった。はい、これでこのステージの、労働力はすべて確保と。そして、手配書。わたあめ大好きカービィ50ベリはい、ここのガチャルポンコレクションですね。これの A の眺めるボタンを押すと、どうやら大変素晴らしい景色が待っているということなので、押してみましょうか。母いなくて寂しい。母の存在、恋しい。母いなくて寂しい。どうした急に。失礼しました。アーニャが出てしまいました。いや、しかしこれ俺たちはぐるぐる回せるからいいけど、カービィは一体何を思って自分のケツばかり眺めているのでしょうか。はい、でこちら自販機頬張り、頬張りの方もトレジャーロードあるんですね。よし、やっていきましょう。トレジャーロード打って進め、自販機の冒険。すごい立地に自販機がポツンと一台だけ。よし、やっていきましょう。ほいほいほいと。無限に打てるな。990ある。よし。あ、今なしで。オーマイゴシゴシ。オッケー牧場。上原愛、ラッキー池田、ケイン小杉、カウカウよし。オッケー伊藤。いや、むずかったなこのステージ。